はい、皆さんこんにちは。超人見知りライダーです。今日はですね、前のね、車の後ろに映ってると思いますけど、トリッシーに乗っています。というのもね、昨日点検にね、フェザーを出しまして、台車としてね、何か貸してくれと言ったら、これを出されちゃいましてね、何を出してきたかと思いましたね。ボロッチーね、シグナスでもくれるかと思ったんだけど、トリッシー乗ってってくれって言われて、これを貸していただきました。これから YSP の方までね、約どのくらい、約40キロぐらいかな、走ってね、お店まで走ってフェザーを取り返しに行きます。まあ昨日と今日でね、今からまた沼津の方までこれをね乗りまして、合計で80キロぐらい乗ることになるのかな。結構トルクありましてね、パワーに関してはね申し分なし、おそらく PCX よりも力はある感じ。普通に乗る分にはね、前が2輪とかあんまり意識しないで乗れます ね。低速で曲がるカーブが滑らかに曲がれる気がしますね。安定して曲がれるっていうかね、なんというか曲がりやすい感じがしました。あとどうしても足元がフラットで前がこう壁になってるもんで、 PCX みたいに足を前に投げ出せないからちょっと窮屈。それで姿勢が立ってるもんで、ちょっとね長時間乗ってると疲れる感じがします。シートは悪くないですけどね、 PCX の純正のシートよりは全然いいです。あとね、ちょっと足つきが悪い。ちょっとここでね、姿を撮っておきますか。なんかニョキニョキしててね、メカメカしいよね。ガンダムで言うとザクレロみたい。こんな感じです。かっこいいメーターパネルでね、加速はかなりスムーズです。坂道だけどね、前が二輪だからやっぱブレーキは効くんじゃないのこれ、ね、その分グリップがいいんだから。雨の日とかいいのかな。何のために三輪にしたんだろうね。今ですね、昨日点検に出しましたね、出来上がったもんで、今トリッシーに乗ってね、YSP の方へ引き取りに行ってまいりました。1年点検でね、1万キロ超えたってことで、プラグをね4本新しいのに変えてもらいました。プラグとオイル交換ですか。エンジンが心なしか軽やかに回ってるような気がしますね。台車でトリシティをね借りたわけですけど、80キロトリシティをね運転してみたんですけど、最初はね力もあっていいかなーってはね、 PCX よりいいのかなと思ったんですけど、やっぱ長いね距離乗ってると PCX のは全然疲れないですね。どうしてもね姿勢が立っちゃうんですよね、背筋がだもんでね、お尻に来たりね背中に来たり、まあ乗り慣れてないのもあるんだろうけども、今んとこ80キロ乗ったとこではね PCX のがいいですね。まあ長い距離をね走るんだったら PCX ですね。街乗りだったらトリシティでもいいかもしれないですね。安定感があるから、フロントの。でもトリシティ足つきも悪かったな。あれ大島優子がコマーシャルやってたけど、相当ローダウンしたりとかあれしてるんじゃないかね、かかとの高い靴履いたり。
やっぱスクーターから乗り換えるとフェザーいいねって思うね。加速から何からいいね。まあ比べるもんじゃないんだけどね。確か今日で本当に1年ですね。去年の8月22日に納車だったんだよね。まあ1年で1万1000キロぐらいかな乗ったの。よく走ったね。これで一番遠くに行ったのはね、能登半島ですか、あの輪島とかね、あの辺行ったんですけどね、雨に見舞われましてね、踏んだり蹴ったりでしたね、あの時も。また行きたいね、晴れてる時に。ツーリングは本当でもベストな時に行かないと絶対。